静かにそびえる天空の城、町や人を結ぶ海峡の橋、絶え間なく打ち寄せては砕ける波、美しく夜を照らす町の光、自然の音が聞こえてくる、歴史の音が聞こえてくる。この美しい景色は以前と何も変わっていない。今、兵庫の旅は何を届けられるだろう。今、私たちは何を伝えられるだろう。いつもと変わらない。だけど、新しい旅を届けるためにできることは、未来を信じ、以前と変わらず精一杯に明日の支度を整えておくこと。私たちはいつも乗り越えてきた。だから知っている。今度だ。新しいいつもの旅へ。